今回は2022年の秋田旅行リメイク動画です。夫婦の思い出として始めた Vlog 秋田旅行がその第一本目でございます。最近では旅行の参考にしますと言ってくださるコメントが多く、とても嬉しいです。昔の Vlog ですが、少しでも参考にしてもらえたら嬉しいです。今後もリメイク動画としていくつか再投稿予定です。秋田犬、秋田犬だ。あー、秋田犬だ。秋田犬なのかね、犬なのかがね、かわいい。かわいいね。ではじゃあレンタカー借りましょうか。今から借ります。では行きます。お願いします。はい、来ました、ポートタワーセリオン。あった、うどんそば自販機。 NHK 以来だわ。ありましたね、あれか。これとか、このね、ぶら下がってるやつもね、あれだよね、まんまだよね。へえ。確かね、テレビの感じだとめっちゃボトボトに落ちてくるんだよね、うん、液体が。あと、お、すごいお出汁のいい。そうそうそう。これエレベーターはある。これだ、これか、これだ。自販機っぽくするのは素晴らしい。セリオン坊や好きそうじゃん。好き。かわいい。バラのカップアイス。そう、これババヘラアイス。なんかね、秋田の名物らしい。これ。これ。何？かわいい。これ、これ。多分これ。あ、それ？多分。あ、かわいい。すごくかわいい。よかったね。うん、ありがとう。美味しい。めっちゃ美味しい。あったかいのもいいね。うわうわうわ。うん。美味しいね。これ美味しいわ。なかなか食べた。ここは大丈夫。これほっともらう。あったかいのもいいね。かけ。来ました。ウユニ塩湖。ウユニ塩湖見たいっていうのでね、聞いたけど。綺麗だね。やば。いいね。よかったよかった。うん。ヤマハゲか。伝承館はここからちょっと離れた、あれか、目の前のやつだな。おお、これっぽい家。それっぽいね。うん。これか。始まる前の生ハゲ。生ハゲの語源はナモミ、ナモミオハグンだって。ナモミとは、ロバタにかじりついていると手足にできる干潟のこと。ありがとうございました。はい、生ハゲ終わりました。いや、でもなかなかね、子供泣いてたけど、怖いわね。怖いね。声とかもな、がなり声っていうのかな、大変だよね、あれ。拳気化してる感じ。いや、それでね、大晦日酒ちょっとずつ飲みながらいろんな家回ってたら、それ大変だわ。それ交代するわな。では、いただきます。えぐりがっこいいかも。うん、い
ジュンサイ食べてこれなんかあ、ジュンサイトロトロですねこれ。でも面白いな、ジュンサイよかった、食べれた。うん、お餅だね、うん、ラーメン違うかな、おはぎ、うんうんうん、うん、そうね、あんこ取り除いたおはぎみたい。それでは秋田犬ステーションに行きましょう。秋田犬に会いに来たようなもんだからね。真っ赤だよ。綺麗だね。あ、よかったね。いや、いいね、これ。かわいい。え、いいな。あら、あの子かわいい。あ、行けます。いいですか。写真撮れますので。かわいい。かわいい。そう、ママちゃんは、そうだね。まだまだビールクラッシュじゃないのに。ね、かわいい。カレンちゃんは、秋田美人ポスターのワンちゃんです。あったあったあったね。とてもあの可愛い子で。可愛い。人参ナナ。ハタハタの卵はあれだね。イクラの弾力が強いやつ。うん。いいよね、山菜の天ぷら。いつから好きになったんだろう。本当に子供の頃は好きだった、うん、ね。では帰りましょう。西口から空港リムジンが出てるから